はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、でございます。はい、今回は、スーパー戦隊と仮面ライダーの感想でございます。で、スーパー戦隊は、ちょっと計算します、5から、8話を今日、今週今週というか、瞬間もう色々アウトになってきてる話って、楽しみに、楽しみできるんじゃない？楽しみに、ちょっとネットで、ちょっとねこれ。言ってた感じですね。まあそんな感じですかね。まず仮面ライダーレベル2%のキラメさんは0話に関してはですね、ちょっとややこしいので、衝撃だったの2文字しかない。まあ、31話の時点でどうなるんやろうけど、新しい回復っていうか、1前後ですね。まあ、33回みたいな。あ、33、泣き回だ、ごめんなさい。正確に。間違ってた。ナキさんからファーストの話でもあるので、34は岩さん、何でやめるってよく、どっかの某フジテレビの番組で放送させるような感じをやりましたけどね。そんな感じかなと思いました。そして、スマイルを皆さんにしたのと、あと今出てるの、ダイヤの話を。ダイヤの社長さんがダンクロトにダンクロトに似てるって言うけど、ほぼそっくりだと思うし、だって今日の放送会なんつったんだろう、俺から感じてエグゼルの曲流してもよかったんじゃないのっていう自信はありますけどね。っていう感じの感想でございました。ということで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。